こんにちは、レッドストーン小屋返しです。とうとう来ちゃいました、これマジでやばい。ちょっとね、有楽町のがあるデロンギの普段入ることができない、一般の方がね入ることができないデロンギのショールームに来ました。ありがとうございます。ということで、今日はね、そのショールームの中にバリスタさん、まあ、マーケティングの方たちもいてるんで、ちょっとね、スペシャリスタとかスティローザの聞いていこうかなと思います。めちゃくちゃ興奮してます今。じゃあちょっと早速行きましょうか。行きましょう。関係者以外立ち入り禁止になってるんで、じゃあ早速行きましょうか。こんにちは。こんにちは。こんにちは、石井さん、お久しぶりです。元気？なんかもう有名になっちゃって。いやそんなやめてください。実は僕、あのデロンギのね、あの石井さんとはね、昔からちょっと知り合いで、ちょっと今回ここにちょっと案内させてもらうということで、うん、ありがとうございます。僕はもともとデロンギ社 の、はい、まあ、デロンギカフェというところが昔は表参道ヒルズにあったんですけど、はいはいはい、まあ、そこの店長を務めた経緯があって、はい、実は15年ぐらい前に独立させてもらってるんですけど、はい、まあ、今でもデロンギ社 の、 コモンバリスタとしていろいろ活動をしてまして、普段は日本バリスタ協会の認定員、はい、まあ、兼インストラクターとして活動してるの で、でそれで大阪行った時に何回か、ね、はい、知り合ってって感じでもう10年以上前です。ね、僕がもう始めた当初ぐらいなんで、そうですよね、もう10年近く前です、はい、で僕も普段はここには今いないんで、はい、まあ、たまにここでオンラインセミナーやったり、実は今小さいコーヒースタンドも墨田区の方でやってまして、それもちょっとぜひ、はい、4人のバリスタで運営してて、あ、そうなんですね、はい、もうみんな大会出たりとか、キーブレーダーもいたりして、はい、結構今、ガチなかなかいけてるコーヒースタンドになってます。お、まあ、今日はね、メインがデロンギのショールームで、でもこれ普段あれですよね、はいはい、あれなんですよね、実はここは商談とか、はいはいはい、こういった百貨店さんとか、はい、量販店さんの商談の部屋で使われたり、はい、あとはオンラインセミナーをここでやるんですよ。奥にそういうところがあるので、まあ、ちょっとせっかくなんで視聴者の皆さんにこういろいろこう一周ぐるっと、はい、僕も一周していただいて、石井さんの言ってるのが、はい、入らないぐらいずっとこっちばっかりですけど、そうですね、はい、ちょっとよかったら、はい、見せて見て、はい、皆さん見てください。これえぐいか、うわすごい。スペシャリスト、ちょっと後でね、コーヒー飲みたいと思うんで、これちょっと後で立ち上げてます。はい、石井さんにスペシャリストね、ワンポイント。そうですね、 いやもう赤石くんがもうバッチリやってくれてる。何も言うことはない。正直言って、はい、ちょっとじゃあまあ、してもらっていいですか。はい、どうぞ。デロンギ社のこう、まあ、全自動マシンの数々がこう並んでいますね。家電大賞とか、ね、そうですね、こういうやっぱり大賞とか取ってるのはこうトロフィーも一緒に飾られております。全自動たくさん種類あるので、はい、まあ、こういった感じでもう全部違うんです。これも全部違うんですか。そうですね、種類が微妙に変わっております。ただやれるコーヒーっていうのは同じだったりするし、はい、ちょっとまたスペシャリティっていう新しい機能もついてるものもありまして、逆に蒸らしを入れなかったりしてこう抽出するっていうのもできてます。はい、でただ後ろ側に行くと、あちらの新しいマシンも、新しいマシン、はい、この辺ですね、気になる、はい、いいボトルいいね、クラフト、これが一番新しいですね。これが一番新しい。ミルカップがすごい小さくて全部タッチパネルになってますね。もうかなり最新で、もうこれ本当直近で出たばかりのモデル、いつ出たんですね。先月かな。先月、はい、これは知らなかったですね。はい、ただ僕も触ってないです。そのぐらい新しいです。追いついてないです。追いついてないです。はい、でも簡単そうですね。簡単ですね、基本的にはもう全部見てください、はい、A もついてるんで普通の一般の方ピッと押したらすぐ出来上がるような、
ものってことですよね、うん、そうですね、この辺が全部左のマシンも右のマシンもタッチパネルになってるので。なるほど、わかりやすいですね、はい、これは最新のですよね、これ辺のタッチパネル。ああ、うん、はい、だいぶわかりやすく。そうですね、はい、こちらちょっとかわいい、これもなんかデロンギってイメージ。そうですね、青がやっぱね、うん、はい、イタリアのやっぱね青で。なるほど、この赤もすごい、車とかでね、フェラーリとかであるけど発色がいいですね。ちょっと今めっちゃ気になるのを見つけたんですけど、はいはい、あれなんですか。あ、これですか。これじゃあね、エヴァスシリーズ。これ何、業務用エヴァス。実はデロン社、業務用マシンももちろん作っているんですけど、はい、これはもう、おこれお、もちろん家庭用の電源では作れないんですけど、はい、業務用の、こんなんもあるんですね、豆を入れていただいて、ミルクもこれ乗っけていただくと温めるじゃないですか。あのどっちもできます。手動でもできるし、ポルタフィルターいらん、いらないです。なんやこれ、細かい段階までやっぱりエスプレッソが調整できるので。なるほど、やっぱりあのバリスタいらずの、すげえなこれ、ウィーンってウィーンってできるやつ。すごいですねこれ、すごい、いろんなありますね。へえー、楽しい。あ、こちらですね。でポンプ式の小さいタイプのマッチは全部この辺に。これや、これですよ、うん、スティローザもあります、これですよ、まあ、この値段でここまで綺麗に、いや、そう、まあ、そうやと思いますよ、うん、すごい台数は出てるみたいで。これは本当に僕めちゃくちゃやりやすかったですね。 ありがとうございます。しかも価格もまあ安かったね。本当そうですね、決め手のマシンですね。ほんま初めてコーヒーエスプレッソやりたい方に一番おすすめしますね。あ、そうですね、そっから多分いろいろ触っていきたくなったら、うん、そうですね、だんだん中上げていった方がいい、うん、もうまずはこっからっていう感じで、うん、グラインダーも揃えてねっていう感じ。あ、そうですね、そういうのね、うん、スペシャリストの、そうですね、まあコーヒーでもワンポイント、ワンポイント、そうですね、ワンポイントコーダーやってもらいます。はい、まあ、今、まあ、スペシャリストですね、はい、このマシンやっぱりすごい本当お店の味が家で気が簡単に出せるっていう感じですね、はい、実はあのデロンギー社 の、 あのベタサポートという、あの、まあ、5年契約の保証入る方っていうのは、はい、あの、まあ、会員みたくなって実はあの、はい、オンラインセミナーがあの受けられるっていうのがあるんですね。無料で受けられる、そういうあれですか、オプションもついてる、はい、そうです、そのオンラインセミナーを自分があのそこのスタジオで行ってたりするんですけど、それでやっぱ質問が多いのが、エスプレッソがうまくいかないかっていうか圧倒的に多いです。はいはいはい、はい、やっぱりあのここのあの圧力があるので、この圧力が上がらないっていう人がやっぱり多いですね。なのでここはどうするかっていうと、はい、あのやっぱりあの引き目でね、もちろんあの変わっていくので、はい、っていうのはで、ただこの引き目も1から8段階あるんですけど、まあ、ざっくり言うと1から3ぐらいがもうエスプレッソとして、はい、あの理想的な引き目ですよっていう、1、2、3ですね、はい、ただアメリカーノとかそういうのを作る人は粗くしていただいて構わないです、ね、はい、なるほど、はい、あえて粗くしてマイルドにしてちょっと早く抽出するっていう方法ですね。それでいいんですけど、エスプレッソちょっと今回は作りたいなっていう方は、お店まだ2で作ってます。2でやって、なおかつこの引き目のあのグラム数ですね、グラム数、はい、グラム数をこのグラム数、はい、ここの点点点点点がある、まあ時計で言うと2時ぐらいの位置ですね、はい、ここに合わせていただくですね。なるほど、でここは予備だと思ってください。予備調整ダイヤル、あのゾーンっていうことなんですね、はい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 、なのでここまで、まずは2時ぐらいで1回作っていただくっていうイメージですね。まずはってことですね、はい、はい、であのダブルホルダーでエスプレッソは、はい、作っていただく、あの、はいはい、きちんとメッシュを合わせるときですね、はい、何もしなくてもいい。びっくりしましたよね、つけた時に。そうですね、それとあとこのレバーでタンピング。ああ、もうそれもね、うん、もうね、はい、やってて楽しいですもんこれ。うわ、あ、今あえて2回やったんですか。そうですね、あの1回やって最後ちょっともう一度あの確認で、あのたまにやらあの最後までいかない人とかもいるんで。なるほど、ギュッとやった方がこれ結構ポイントですね、ですね、はい、2回やる。で、まあ今は大丈夫ですけど、リブに粉がついたらちょっと払っていただいて、はい、って感じですかね。でそのままセットします。はい、うわ、本格的なプロ入れてもらえる。そうですよ、
で、OK ボタン。で、エスプレッソ結構ですね。はい。で、この今カップもデロギ社が販売しているエスプレッソのダブルゴールカップです、ね。おお、これは可愛いぞ。可愛いですよね。で、蒸らしがちょっと長いんですよ、このマシンって。はい、8秒、9秒あるので。はい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 、はい。これはあの全然あの故障とかじゃないんで、蒸らしをしっかりしてエスプレッソが抽出される。で、今、圧力計11時ぐらいですよね。10時ぐらいですよね。まずはこれで1回やっていただいて。はい。このコップめっちゃいいです。見やすいですね。いいですね。まあこれでちょっと作った時に、おこれでも全然美味しいですね。家庭で飲んで美味しいんですけど、はい、もっとこの圧力計が12時ぐらいになるようにしたいなって、やっぱ理想のエスプレッソ出せると思うんですよね。そしたらこれ引き換えると大変です。はい、なのでそのための予備調整ダイヤ、ここで粉量を増やしてあげればいいですね。ちょっとこのぐらい右に回したら粉量が増えます。そうですね、はい、そしてまた同じ引き目でエスプレッソをちょっと作っていただくって。なるほど。ちょっとまたパスを捨てていきます。なんかポイントといえば圧力計が12時ぐらいになると、うん、もう吸気圧のエスプレッソ圧力がかかってるよっていうことで、ね、ちょっと捨てていきますね。やっぱ見るポイントがちゃいますね、うん、12時までっていう分かりやすいですね、うん、10時じゃなくて12時までこの圧力持ってくるようにすればもっとトロトロになるよと。いや勉強になりますね。勉強になるわ。めちゃくちゃ勉強だったもんな。うん、そしたらまた同じように、はい、さっきより粉量が多くなるので、はい、ちょっと時間はこのように使います。ダンピングをレバーをでしますね、はい、結構粉量が多くなるのでしっかりダンピングしてあげてください、はい、気持ちよくこうなりますので、はい、あのもしあれだったらハンドダンピングでしていただいても結構ですよ。はい、ちょっと粉量をあえて増やしました。なるほど。そしてしっかりこの時にホルダーはまんなかったら粉量を増やしすぎだと思ってください。なるほど、はい、しっかりはまってるので、そうすると先ほど10時までの圧力かかっていたんですが、次はちょっと粉量を増やしてあげるとどうなるか。トロトロになります。はい、さっき10時だったのでちょっと11時ぐらいまで来てますね、はい、いい感じですね。うん、そうですね、11時に完全にいってますね、はい、うわすごいトロトロだ。だいぶもうそうですね、はい、これでさっきより10時だったのが11時までに圧力上がりました、はいはいはい、もっとだからトロトロにしたかったら12時までに持っていったらいい。そうです、あのまだ余裕があるのでここグラムを増やしてあげるのが12時までいくと思います。はい、はい、でもさっきと全然濃さがちゃいました。そうですね、うん、トロトロ美味しそう。せっかくね12時のも見たいですよね。お見たい、ね、いいですか。はい、じゃあもう一度今、はい、お願いします。3回目ですね。今度はもう確実に12時までいいと思います。まあ、一番このマックスにしました。2の段階で。はい。こうなるようにマックスにしましたね。で、ダンピングを。はい。このままセットしますね。ちょっと粉量が多くなるので、はい、ギュッと、やっぱり、で、蒸らしを入れて、抽出が始まります。12時いきましたね。いきますね、だいぶトロトロ。そうです、そうです、だいぶトロトロです。見て、うわー、うまそう。いいですね、すごいな。12時超えましたね。いいっすね。もうそうですね、なのでもうちょっと12時に近づけなかったらちょっと減らせばいいです。はい、はい、グラムを、はい、そしたらより12時に。わあ、トロトロやでこれ、はい、だいぶトロトロ、すごいよ。まあ、特にナポリ地方のねエスプレッソなんてこうトロッとした感じになりますので、おー、分厚いクレマ、すごい分厚いクレマエスプレッソになりますね。ちなみに今日使っている豆は
そうあのデロンギさんが輸入しているあのムセッティというイタリア の, あのブランドがあるんですね。これ のロッサというロッサ、はい、これは概要欄から買えるようにしてあ、そうですね、オンラインショップでも販売してますし、オンラインショップあのロブスタッシュが一番多く組まれているので、これクレームの厚みも一番高いので、ちょっとおかしなことです。あ、いいですか、すいません、じゃあちょっといいよ皆さんこの、はい、このクレマいただきます。はい、まあ、お砂糖入れても、ね、沈まないな。あ、めっちゃ美味しいし、あれですね、めっちゃ熱いですね、だいぶいい感じの、まだちょっと飲んでもまだトロトロ残ってるんで、美味しい、絶対お砂糖合いますね。合いますね、お砂糖を頑張って入れて、これは美味しい。でかき混ぜてもこのクレマの復活力がすごいので、またほとんどクレマが復活してぐらい分厚く残っております。このグラスも売ってるんですか？このグラスも売ってます、はい、このグラスも売ってるそうなんで、これいいですよ、あの大きいのもあります。あ、そうなんですか、はい、あの3サイズあるので、なんかあれですね、エスプレッソでもおしゃれに飲めて、そうですね、なんかより一層美味しく感じる。持ち手が厚くないので。あ、確かに、はい、アメリカーノとか大きいカップで入れても厚くないです。で冷たいの入れても水滴がつかないんで、二重構造になってるので、めっちゃうまいわ。ビール入れても大丈夫です。その粉量の加減で圧力を、はい、かかる圧力を変えたという方法なんですけど、例えばこれが今みたくマックスにしても全然上がらなかったっていう場合は、引き目を変えていただくっていう、ね。なるほど。はい。それやっぱり引き目を変えることによって、でも引き目変えたらまたこっちに戻してください。このぐらいでやってみて、はいはいはい、1回作って圧がどこまで上がるかっていうのを確認してから、増やすか減らすかっていうのをやっていただくといいと思いますね。やっぱり決めてはこの圧力を結構見た方がいいってことですね。そうですね、それはもう一応分かりやすいですね、そのエスプレッソとして飲む場合ですね。アメリカーノだったらもちろん荒いので、はい、荒くしていただいても構わないので、全然上がらなくてももちろん大丈夫なんですけど、エスプレッソとしてどうしても吸気圧バッチリかかったあのものが飲みたいってなったら、ここを気にしていただくといいと思います。まあ、そんな調整の仕方でどうしてもどっからやればいいのかわからないという質問がすごい来るんですね。確かにそれは来ますね、はい、なので最初はまあ 2とかで設定して、はい、この粉量をあのここの10時とか2時とかですね2時ともにしていただいて調整していただくっていう方法が一番いいですかね。まあ、要するに12時の方向まで皆さん調整して持って行ってください、はい、そうすればもうもうお店で飲んでるバッチリのエスプレッソになりますので、今のめちゃくちゃ美味しいです、はい、この豆美味しいですね。そうですね、美味しかったです、はい、という感じで、今石井さんが、はい、まあ、ちょっとね、ワンポイントで教えてくれたんですけど、まあ、そうですね、エスプレッソがやっぱり一番聞かれるところで、もうミルクに関しては、もう若石君がやってる間でも間違いないですし、めちゃくちゃ上手なんで、もう皆さんこの赤石君の動画を見ていただければ、いやでもやっぱそもそもエスプレッソが良くないと、そうですね、チームができたとしても、はい、ほんまにね、滲んだりするんで、でもほんま分かりやすかったですね、12時の方向まで持っていくのポイントっていうのが、はい、うん、確かに。すごく分かります。ありがとうございます。はい、という感じで皆さんこのスペシャリスタですね、これ今の石井さんのね参考にしてもらってですね、もう家で楽しんでいただければ、はい、ぜひぜひ楽しんでもらって、はいはい、デロンギのこういうショールームに誰も入れないというところで、そうですね、わざわざなかなか今回初めてです、こういう YouTube 撮影。マジっすか、はい、テンション初めてです。でも普段は一般の方はそうですね、入れないね。ただあの表参道にあのデロンギ社の販売店がありますので、そうですね、今ちょっとここに挙げてます、はい、デロンギ表参道がありますので、そちらでは実際にあそこのスタッフも、はいはいはい、あの僕は全部教えてますので、あ、そうなんですね、すごい技術もありますし、知識もすごいです。一般の方は行くならば、はい、そちらの方に表参道の方に行っていただければ、はい、そのまま購入もできますし、あとはあの豆とかそういうのも販売してますので、はい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 、はい、あ、なるほど、はい、じゃあもう気になられる方はね、あの表参道の方のデロンギ社の方に行ってもらえれば、はい、触ったり購入もできるということで、ぜひそちらね、皆さん行ってみてください。はい、はい、という感じでちょっと貴重な体験ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ぜひぜひまた、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は本当にありがとうございました。本当にこちらこそありがとうございます。いやもうちょっと全然このお土産なんですけど、このトートバッグ、あのペルフェットシリーズのこのトートバッグ、これちょっと触ってみる、これもしっかりめっちゃしっかりしてる、はい、これもう差し上げますので。え、マジっすか。このタンブラー、イベントの時にちょっと作ったタンブラーなんですけど、はいはいはい、なんかそんな、もういっぱいもらってかっこいいですよね、クロール、かっこいい、なんでスタイリッシュ、限定ですか。限定ですね、うん、これはちょっとでもなんかいっぱいもらって、あとあのちょっと一時表参道デロンギ、めっちゃしっかりしてる、はい、表参道で来店者にお配りしてたんですけど、今ちょっともう在庫がないシールなんですけど、まだバテアートのシールとデロンギのデザイン、はい、こんないっぱいもらっていいですか。これもお土産、もう扱いですけど、余裕でもらいますけど、ありがとうございます。本当。やっと。東京お土産に。ありがとうございます。
わざと呼んでいただいて、こんなまでもらってもありがとうございます。嬉しいことだらけ。これ洗っても全然しっかりしてます。あ、いけるんですか。いけます。これ、はい、これでこう大阪歩いて、ね、もうみんなこうやって胸張って歩いて宣伝しまくります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。